どうも山上です。龍が如く極みやっていきます。さあ錦に、今夜こそ錦に会えるんじゃないか。もういる？まだだよね。ええな。まんま。お前なんでここに？まんま。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。いやそんな、レーナ、そんな、だって親友だって言ったじゃん。親友、来るか、来るのか錦。ああ来た錦、久しぶりだな兄弟。おお、もう顔つきが違うな。レーナ、酒を。ママとも久しぶりなのかな。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ面会にも行かなくて悪かった。ああ俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ、なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。じゃあ何、どうしてお前がやったのか。ああ本当に、ああ。あ、親父。おい、何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？親父。はい、もう躊躇なくなってんだお前。待ってください。おい、道島やった時そんな顔じゃなかったじゃん。誰が殺せと言った？誰が待ってくれよ、私の、待って、違う、やだ、何これ、誰だよお前、誰だよ。親父、拷問の末に片付けておきますから。本当に死んじゃったんだ。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。なんか運命感じる。水木はそのアレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。あ、指輪。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに、必ずな。返して、指輪返して。これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらない。やっぱハイライト吸ってんだ。そこは変わらないんだね。お前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする、昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。いや戻れる、戻っておいで。まさか風間の親父さんを撃ったのは。なあ、いやなんかさすがにあの時手が震えた。襟足がそうだったもんな。おい言ったれよ。やめてよ二人とも。なんでだ、おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。ん、おやっさん着きました。おい盗聴器かこれ。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。なんでだ。
俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。ほんと今更だな。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。そんなこと言わないで、言わないで、行かないで。なんで、ああもう、なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。おい錦、兄弟じゃないって言われちゃった。こっちは広い心でさ、構成させようとしてんのによ。親父、手はず通りで。なあ、全部計算のうち。やってくれ。やってくれ。はい。やってくれ。待って。錦、せめて自分の手で来いよ。下っ端に、ああ、ママ泣かないで。泣かないで。おい。おい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 。錦も、おい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 。卑怯者が錦。戦うんですね。分かってますよ。バカが、バカ誰が、みんな僕と思ってる。あ、組員ね。オッケー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 。全然オッケーだから、全然オッケーだから。お前ら怖くねえから、おら錦出せ。てめえらのてっぺん出せよ。頭出せ、こら。おらボケ。いや、待って待って待って、へい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 。あ、まあ大丈夫大丈夫、全余裕だから。はい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 。木刀をよこしなさい。木刀をよこしなさい。よこしなさい。あなたにその木刀は似合わない。僕が欲しいな。痛いね、もう。錦組かい、錦組かい。お前らの頭と親友でした。かつての親友です。こんにちはこんにちはこんにちは。はい、こんにちは。さてと、ごめんね、ママ。店汚して血だらけになっちゃった。あー、ルミノール反応がたくさん出ちゃうね。はい、しょ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 。あー、よいしょしょ。よーしょしょしょ。オッケー。あー、おらおらおら、おい。なんかいい。動体視力悪いのかな。テンパっちゃって、なかなかうまくいかない。なかなかうまくいかないけど、お前らなんか余裕だな。おいおいおい、おい、木刀拾えないか。木刀、倒れたやつの木刀とかあるじゃない、あるじゃない。あ、じゃあ、へへへへへへ。これでお前ら叩きってやる、叩きってやる。おら、おら、おら、暴れてやるぜ、おら。あ、まだ木刀あるじゃん。終わっちゃったじゃん。まったく、もっと楽しませてくれよ。さて。んんんんま、これ、キリュウちゃんやったの。キリュウちゃん。あ、さすがに多いです。さすがに人数が多いな。あ、そう、刃物もありますやん。キリュウちゃん、逃げよ。逃げるかな。あ、これは逃げない目をしている。キリュウのおじき。誰だ、てめえ。親父の命令です。恨まんでください。あ、ちょっと待って、多いな、多いけど飛ぶの。降りた。私は認めてない。さすがにこの大人数はちょっと厳しいかもしれないけど、言ってやるよ。振動、振動工事。おい、おだいたら刀超構えてるじゃないですか。あ、どうすればいい、どうすれば。お前を先にやった方がいいんでしょうか、どうでしょうか。もう体力が強いな、強いな。ちょっとなんか刀を奪った方がいいのかな。刀、お、みんな刃物じゃん、みんな刃物。あー、やめて。あー、その長い刀を構えるのはいかがなものかな、いかがなものかな。でもいけんじゃない、いけてんじゃない。私もうやる気満々なんです、やる気満々。あー、だ、切るの、あー、刺してる、刺して、刺してますね。振動さん、振動さんで読み方は合っていますか、やっていますか。君からやらないと怖いな、ちょっとな。おら、相手だからや。ザクは引っ込んでる。おいって、おいって。もうキルちゃんがどこにいるか今見失ってます。倒れてますね、倒れてますね。はいはいはい、はい、一人だけ、一人でもなんか刀くれませんか、刀で切り合いましょうよ。あー、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。これさ、師匠からなんか木刀の戦い方を学んどいた方が良かった系なんじゃないか、違うかな。あー、やばいな私。まあいけるな、いけるいける。さて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 と。ああ、もう近い、みんな近いって。だ、いや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 、ごめんね、キルちゃん。大丈夫大丈夫だよ、全然いけっから。おい、錦錦錦錦
き、あ、刀落ちてる、刀落ちてるじゃん。ヘイ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 、もう怖くない怖くないぞ、ぶっ飛ばしていく、ぶっ飛ばしてやるぜ。おら、おら、ボケがなくなっちゃった、なくなっちゃった、刀もないかな、まだないか、誰かを倒さないともらえないのか、奪っていくぞ、奪っていくぞ、おいしょ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 、あーやばい、進藤さんやった方がよかった、うい、やってやるよ、いいんじゃない、いいんじゃない、あとは誰だ、お前強いですね、さすがです、若頭さんよ、若頭さんよ、10年間で、あー、お前、これが一点差が刺してんじゃねえ、おいね、回復はなし、回復はなし、もう終わらないじゃん、なんだこれ、なんだこれ、なんなんで、おいおいおいしょ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 、おい、ダメ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 じゃん、ダメじゃん、切るのはダメじゃん、やめてよ、やめてよ、いやー、誰か刀ください、刀をください、待ってね、はいはいはい、チンピラで、チンピラで、チンピラで、掴んで、ぽいって、だから掴んでんだろうが、今、かっこいい、かっこいい瞬間だっただろうが、おい、痛い、痛い、痛い、危ねえ、危なあ、痛い、進藤さん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 、寿司食べます。寿司食べるんで待ってください。あー、寿司でいいかな。わかんない。ヒートと、いける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 。ノリとテンションでいきましょう。あ、刀落ちてる、刀落ちてる。刀落ちてた、イエーイ。オッケーオッケー。はいはいはい。あとちょっとだ。刀どこに落ちてた？あった！刀刀！これちょうだい！これちょうだい！お前じゃない！お前じゃねえ！お前じゃねえ！刀拾う！刀拾うって言ってんじゃんか！ねえ、刀に夢中で、刀に夢中でもう何も見えない。何も見えない。お前、刀お前じゃねえ！お前どけよ！あ、待って、構えてますね！構えてますね！そう、後ろから刺してますね！はいはいはい。お前を倒したい！お前を倒したい！なんでだよ！多すぎるよ、人数がよ！はいはい。刀あるな、刀ありますね。刀あるけど、お前を掴んでやる。お前を掴んでろ、お前なかなか倒れませんな。はいはい、ちょっと休んでて、はい、休んでてください。ことのイエーイ、刀イエーイイエーイ、武器さえあれば怖いもんなんてない。あーよいしょ、あーやだやだ、ちょっとやめてよやめてよ、ちょっとダメだってば、ねえ、おい、あ、刀あった、刀発見でんです。おい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 、ちょっと待って、ちょ、一回待って、一回逃げます、逃げて、どうしようかな、作戦考えている間に、来るじゃん、全然来るじゃん、刀落ちてる、あ、担当があります。あいって、おらがらや、てめえは引っ込んでろ、お前も引っ込んで、後ろから来てますやん。あー、ちょっと、あ、1対1、やっと1対1かな。1対1だからやだけど、待ってください。待って、私も刀持つ。はいはい、お会い、切り合いましょう、切り合おうぜ。なんでお前ばっかり。待ってね、はい、待ってね、キルちゃん、大丈夫だよ。大丈夫。体力、とりあえず体力かな。死ぬのは避けて、それ、これでいけるか。もうちょっとやっといた方がいいかな。もうちょっと。と、はい。これでいけるか、さすがにこれでいけなかったら恥ずかしいぞ、キルちゃん。もう、だから、キンキン言ってるよ。あれ、うれ、いや、うわ、うれ、うれ。刺したれ、刺したれ、どすれ、刺したれ、よし。おら、うれ、どうだ。痛いだろう、ごめんね。お前、ああ、キルちゃん。おほほほ、かっこいい。一人でやったのよ。二式恥を知りなさい、あなたは。終わっちゃった、第七章終わった、どうしよう。もうちょっとやっていいっすか。第八章入りますか。もう、竜と恋が離れ離れになっちゃダメでしょうが。ちょっとだけやるね。第八章の頭だけ一緒に見よう。よし、行くぞ。ああ、心臓が持たない。さあ。あらやだ、かわいい頃の錦。失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。松重、優秀っちゃ優秀なのか。もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。あ、すげえな。そうか。オンに切る。そうそう。初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。ん？医者？
でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。え、そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。おいおい、つながるな。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。え、妹さんの主治医。レイ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 。3000万。お前よ。錦の人生壮絶すぎるよ。そりゃ人信じれなくなるか。妹さんは大丈夫なのか。いないの。シャロー、どこに行きやがった。え、じゃあ手術できないってこと。ちょっとわからん、わからんぞ。ひろし先生でしたら、私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの野郎。あの、何かあったんですか。もう絶望よな。クソみてえな奴にも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。臓器移植のな、そのための3000万だったのにな。おい、もう嫌いになれない、お前のことが。クソ、もうやめてくれ。第8章作坊。作坊誰の。錦の。入りましたよ。さて、すぐに警察が来るかもしれない。少しここから離れた方がいいだろう。しばらく目立たないように街を歩いてみるか。ん？今、真島さん、私だけ幻聴聞こえた。なんか真島センサーって何？真島さんがいるところがわかるのか？先に。どうしよっかな。サイの河原戻っちゃったりしちゃダメなのか。少し街を楽しもうか。いろんな人に話しかけたりとか。うん、指示をもらえないと動けない人間なのだが、青木いるかな。青木いる。俺たちの青木いない、いない、いない。もう誰だ、お前は誰だ。話してみていい。ん、サイの河原ってあるだろ、西公園のさ。何でも死人が出るような事件があったらしいよ。ついさっきのことだ。なんか呼ばれてるよね、たまに。真島の幻聴聞こえるのは何なの。ええ、ちょ、サイの河原行こうか。いや待って、すげえ。ねえ待って、私さ、能力強化超たまってない。おい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 、あげまくってやるぜ、この後な。早くどけお前ら。えい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 。さて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 、はいはい、もう雑魚ならいけんのよね。あ、木刀ね。木刀って武器屋で手に入る。わからんな。ちょっと師匠に技をね。ちょいちょい聞こえるこの真島の幻聴やめてほしいな。真島センサー怖すぎ。え、サイの河原でさ、サイの河原で、サイの河原で殺人事件起きたっつってたから行った方がいいんだよな。でももうちょっと街を楽しめということ。わからんけど、私はサイの河原へ向かうとするか。え、何？私にだけ聞こえてるわけじゃないよね。真島兄さん、待って。あ、間違えちゃう。待って、真島兄さんどっかにいんの。どっかにいんのかい。いないよな。向かおう。
走ってサイの河原へゴー。え、やっぱ人だかりできてるか。そうだよな、どうした、何があった、教えてくれ。え、火事、燃えてる。なんだ、え、何があった。いや、なんか爆発事故どこで。爆発大丈夫。はるかちゃんいるんですよ、中に。まあ、伊達さんもいるわ。みんないるわ。おいおい、どこが燃えたんだ。おお。確かに一回燃えちゃうと広がりやすそうだもんな。はるか、キリュウ。あ、お花屋さん。はるか、すまん。奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ。はるかはどうした。登場会か。ほんの1時間くらい前だ。うん、なに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 、誘拐か。うん、寂しいだろうな、そりゃな。はるか、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え、なんで。私キリュウのおじさんのこと好き。ああ、だけど私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。そんなこと気にするんじゃないよ、子供が。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。そんなことない。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。おい、今はるか。ちょっと誰よ誰よ、なんだ、ヤクザじゃない、チンピラ。おい、最低だな、なんなの、何この奇襲。あ、伊達さん、伊達さん、あ、おれ、あ、おい、伊達さん、まあ、仕方ない。すまねえ、キリュウ、奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング、この町のグレン隊だ。グレン隊、ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、はあ、まとめて襲ってきやがった。なんだそれ。ハルカさらったのは何色なんだ。河原のシステムがダウンしちまってる、分からねえんだ。ならしらみつぶしにするしかねえ。これからギャングを。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。おい、はるかちゃんや、連れ去られたんだ。はるかを探せ。結局でも登場会の誰かでしょ。もうワンコロ心配だな、これ。寝てるだけだよね。なあ。なあ。あー、まあ、いいか。じゃあ、はるかを探しに行くか。今日はここで終わりにしてもいいか。次はちゃんとはるかちゃんを救います。はい、ご視聴ありがとうございました。